としさん、のうのうさん、ハートありがとう。通知で起きた。おう、私が目覚ましになれて嬉しいよ。星投げ完了ありがとう。ハロさん、だるまありがとう。だいちゃんかわいい、ありがとうございます。それは僕のことを言ってるのかい？これブルーベリーみたい、ちっちゃい。ほら見て、うまい。今日はぶどうです。昨日食べてて、本当は昨日の3分の1残してたやつ、今日だからちょっとちっちゃい、少ない。皮ごとは食べれない。おいしい、めっちゃおいしい。最近はよくママが買ってきてくれるんですよ、ぶどう。いつも LINE とかで「今日はぶどう買って帰ろうね」って入ってたらね、私もね、テンション上がる。あ、今日テンション上がる、テンション上がる。ぶどう買ってく、オッケーってなる。今日はそう、病院に行ってきますので、皆さん、はい、行きます。おまさん、ハートありがとう。お大事にね。うん、まあ体調は全然大丈夫なんですけど、うん、体調は大丈夫。足がね、でも言うて別によ。あ、え、言うて別にじゃないな、めちゃめちゃすごいもん。
痛い、押すと痛い。それはでもまあ今ね、でも早いうちにも行っちゃうので、ちょっとね、でもね今ねなんかちょっと水ぶくれが破れた気がするんですよ。破れたっていうか、なんか寝てる間に多分ポッて多分破れちゃったかも分かんなくて、分かんない、汁出たのかも分かんないんですよ。なんか私のつけてるのが防水で、めちゃめちゃ防水で、もうお風呂入ってる時とか全く濡れなくて OK みたいな感じなんですけど、だからどうなってんのかが分かんなくてでもあの昨日とかすごいプニプニしてたんですよ。めっちゃプニ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 みたいな感じになってたんですけど、わかんない、今日はあんまりプニプニしないからあれってなって、もしかしてえみたいな、ちょっとだって病院でさちょっとプツってやってもらってプヨーって出るところ見たかったんでちょっと見たかった部分あったから、ちょっと破れてたら嫌だと思って、ってなってた、なってた。さっきお布団の上でちょっとこう寝返り打ったんですよ。こっちに寝返り打って、そしたらさ足痛ってなって、やべって思ってパッて触ってあれみたいな、プニプニプニ、あれプニプニしないぞってなった。ジムの顔がいつも小さく見える、なんでだろう、それは痛い、痛くないよ、痛い、ごめんいや押したら痛いだけ、別にスタジオ楽しかった、だって嬉しい、私もスタジオ楽しかったよ昨日。昨日は大やけど感じさせない、まあやけどしてても別にねえ、なんかねこっちに踊らないってわけではないからね、全然それ捻挫したとかだったらちょっと踊りにくかったりするけど、全然痛くない、どこも痛くないよ。みーちゃんの足が心配、寝れませんでした、わ絶対嘘もう嘘もあるらしい、わー完璧ライブ楽しすぎて声出てないのにカラカラ、やばいそれはでも一生懸命真ん中らへんでって伝わった目玉こっちゃ、ポリゴンちゃんだるまありがとう、ヨシピョンさんハートありがとう、ハッチーさんハートありがとうございます、ヨサマラありがとうございます。アイロン気をつけます、本当にアイロンやるときはブランケットを引いてやりたいと思います、これからは本当に、3度目で学びましたそうそうなの、3度目なの、やけど3度目なんです、証がここに1,2ってあるから1,2 3 1
え、そう見て、私さボタンをさあのつけほらずれちゃったの、ボタンつけるのめっちゃゆるゆるだから、まあいいや、待ってかけ違えちゃった。まあ人生そういうこともあるよね。タピオ仲直りした、仲直りした、なんかさ、そう昨日ね、昨日の公園でさ、もうねあのすごかったの。あれさ、最初のブロック、うざん、やばんな QI マイクノイズをやったんですけど、で私やばな求愛やってさ、骨をこう最後バーって足蹴って終わるじゃん、バーンって終わって、よっしゃ終わったーって思ったんですよ私もやばな求愛で終わりかと思ってて、でよっしゃ終わったーって思った瞬間にメイクノイズ流れたから、やべやべ、あれあれでででってちょっと出遅れちゃって気持ちがまだメイク道場に入ってなくて、そうちょっとね焦っちゃったいや序盤にねあの飛ばしすぎちゃって、もう力尽きちゃったんですよほとんどもうやばくて、もうそう山の泣きは、うん、よっしゃもうこれで最後の大サビとかも、よっしゃこれで終わりやーって思いでやって、そんでそしたらメイクノイズがやべっなって、もうメイクノイズ限界突破したからねもう顔で踊ってたから、もうほとんどもう踊れなくてそう、ハッチーさんハートありがとう。かわいいハートありがとう。そうだったの顔でもう顔がすごいみたいな、体あんまり動いてないけど顔がすごいみたいなもう決めてた。でもなんかやっぱ嬉しいね、こうやってさ、まあソーシャルディスタンスを保ちながらだからさ、まあ、ちょっと離れて、もう後ろの方とか結構めっちゃ後ろだったりとかするけど、でもそれでもやっぱりこう空間に入れて、それでみんなも私たちのパフォーマンス見てもらえて、私たちもみんなにパフォーマンス見てもらえて、やっぱりさ見られてるというか、うん、やっぱ違うじゃん、無観客とじゃやっぱ違くていいなって思った。やっぱりファンの人がいるとこっちも元気もらえるだからさ、やっぱりファンの人って偉大だなって思いました昨日。
しい。のひるさんハートありがとう。ねむにゃありがとう。暗かったからペンライトめっちゃ綺麗だったよ。もうはっきりと色が分かったって感じだった。めっちゃつみかわさんだるまありがとう。夜めっちゃいいなって思ったの。ブー結構残ってるよ。もうあと 2個しかない。ほら桜もみたい。暗くてもファンの顔、あのね後ろの方だとちょっとね顔がね見えなかったりしてたんだけど、最後逆お見送りしたんですけど、その時は見えたよ。ちゃんと歩きながら後ろみたいな。まあでもライブ中もさ自分のペンライト持ってくれたりとかしてたらさ分かるけんさ、はぁーって感じで。こんな感じ。またちょっと多かった。お見送りお見送りよね。お見送り向いてないよお見送り向いてないですね。はい、じゃあちょっとこれ書こうかな。今まで何だよ。Don't stop. Come on, move me. めっちゃ綺麗に切れたんだけどびっくりしちゃう。
しもこの悲しみの底へ記憶が散らまるだけ輝くことのない星絶望が全て飲み込んでゆく微かな光ぬくもりさえも伝えて懐かしいダークネスやばいわ。なんかあの48グループのさ他の NGT さんとか言ってたの思い出す。よくできました。よくできました。ラスト途中もう徐々に出してる。もう帰ったらすぐポスト入れてる。ふくぽこさん、うまっ、ありがとうございます。クライムパートエロい、エロいエロいしちゃったエモいね確かに分かる。エモいよね。でもにゃん、こんばんは、ありがとうございます。30日まで。あと2日。わかるよ、化身。エロいから。
とか出しましょう。本当だよ、もう出しといた方がいいかな。明日とか区間でも、区間でも出した方がいいかな。知ってるよそりゃ、だって私レポートとか送っとるけん。そう、みんなエロいっていう言葉が打てないからじゃあ出しとくね、もうこの方がいいね、安全安全。えらいえらい、え、すごいね。だって真ん中の文字変えるだけで字全然違うもんね。えらい、エロい、エモい、なんだろう今の中で3つ出てきてるからすごい。あ、えぐいかな。一日だけだ、行ってみたいけど、誰かしら一緒にいたいな、行きたいな。タムと行くか、タム、そうタムとね言ってたの、一緒に行きたいねってタムと話してて、行こうかなって。そうね、ディズニーのね美女と野獣もめちゃめちゃ行きたい。でもディズニーはねやっぱちょっとまだ怖いけんね。それとユニバも全然怖いんですけど、移動の時がね。タムピオマイハタムは行く気やで。え、ほんまに行く気やった？え、マジでタムって似てると思わない私にだからどういうとこが似とるんかよく分からんけど、でもなんかほんまに、ね、似とるなって思った。なんか妹できた感覚だもん。まあちょっとタムの方が上なんですけど、私ちょっとだけ、何ヶ月か何ヶ月かのお姉ちゃんから18だもん、あっち私17だから。まだね、妹感ある。もう身長同じくらい、そうタムがちょっとちっちゃいぐらいだから。そうなんや、でもやばい、やばかったよね影穴影穴、私が噛んでか、その連鎖がすごすぎてねえ、びっくりしちゃったよ。今日変えた妹、どうして君はタンブラになっちゃったんだってえ、私もやりたい、タムセンターミチとミュね、あのミステリーライン一回やってみたい一回だけちょっとそれちょっとやらせてもらいたい。それかミチとミュだけでもあのなんかシャッフルしてやりたいねっていう話をしてるんですよミチとなんか、うん、まあユニット全部シャッフルするのもいいんだけど、まあ、ユニット全部シャッフルすると大変なことが起きるじゃん。スタジオになった人とかもうやべってなるじゃんそうだから、まあその2期の曲とかを、曲とか、うん、普通にごちゃごちゃにしてやったりとか、あと何やろ、あ、そう、
たなんかさスタジオのメドレーを作りたいなみたいな考えてたんですけど、まあそれはどんなか全然わかんないけど、うん、でもねあのメドレーさ今までさ 5ユニットあったじゃん、ストマイクとさセットセブンが分かれとったから。でもさごっちゃになっちゃったけんさ、だからちょっと曲数が少なくなっちゃうんだよね。4つしかないし自分たちのさ曲はやらないからさ3曲しかやらなくなっちゃうから、ちょっとそれは少ないけどなんかまたどっかから撮りたいねみたいな。メドレーだからさサビやってみたいなしかやってない、サビやって次最初はイントロとかもあるね、ちょっとやってみたい。青いひまわり、青いひまわりは何？あの曲？各駅列車に乗って、これ？これをやるの？それとも青いレモンでやってたやつをやるの？ Give me five とか、てててててとか、マセスさん、それはサファイア。違うかな？あ、違うか。エメラルド。たぶにゃん、まっ、おもみーさん、はるさん、ハートありがとうございます。やくろさんでありがとう。懐かしいよね。はい、じゃあもうちょっと今日はここで終わりたいと思います。皆さん配信見に来てくれてありがとうございました。誰かと言いたい、ありがとう。と13位マセスさん、12位がハラさん、11位フッさん、10位ポリゴンちゃん、9位ポンタ、8位ノコボコさん、7位レンくん、6位スノヒルさん、5位がおおっとちょっと待って、自分の視界を見るのできました、かわいい、何かわいい、4位がナオナオさん、3位が月曜日はマジマジですね、よくわからん、マンジイコールどっちみか、ちょっともうそうなんですか。そして第2位がハッチーさん、ありがとうございます。そして今日の第1位がモンさんです。で楽しかったね、おもちゃにありがとうございました。皆さん昨日は来てくださった方ありがとうございました。抽選会もね見てくださった方とか本当に長い間お付き合いいただき本当にありがとうございました。またまた私も私たちも楽しい週末を送れてとても良きでした。はい、そしてこのね投票のやつももうあと2日しかないので、もうまだ出してない方いるか分からないんですけど、出してないっていう方はね急いで、ここしかまだ書いてないとかだったら急いで書いて私に言っておきましょう。浴衣配信ねしようか、10月になった。うん、ちょっとね今はねできんかな、今日はまずできないじゃん、今日できない、明日ギリギリできるかも、明日、あーでもどうだろうな、
まあできるときに言うね。それやるまでは夏ってことで、オッケー。ミュータチの夏はまだまだ終わらないぞみたいな。はい、では皆さん、今日は見てくださってありがとうございました。またの配信でお会いしましょう。最近ほんまに寒くなってきてるけ、気をつけてね、みんな。じゃあね、ぽいちゃんも。